皆さんおはようございます。ライナーズです。ここは京葉線の東京駅でございます。この京葉線の東京駅といえば、他の東京駅に乗り入れてる路線よりちょっと離れた、ちょっとでもないですね、結構離れた駅だと思います。実は有楽町駅の方が近い。そして有楽町駅から京葉線に乗り換えるのは乗り換えの連絡切符があります。今回はこちら特急若潮3号阿波鴨川行きに乗車して、終点の阿波鴨川まで行き、そこからシャトルバス、無料シャトルバスでね、鴨川シーワールド、阿波鴨川といったらね、鴨川シーワールド、鴨川あったらね、京都にもね、鴨川って川ありますけど、僕はね、阿波鴨川の鴨川シーワールドを思いつくところでもあります。今回この東京駅から千葉県の南房総の旅、日帰りの旅をしていこうと思うんですけど、まあ、当初は1泊2日宿泊もすることを考えたんですけどね、まあ、旅館とかホテルは鴨川にもたくさんありますし、結構選べるところでもあります。ですが今回この東京駅からね、阿波鴨川終点までこう特急に乗れば2時間ぐらいで行っちゃうのかな、2時間、結構ね早く行けちゃうんですよ。ダイレクトアクセス、そして快適に座って行けますので、まあ、今回日帰りでいいんじゃないかなということになりました。また今回はこの鴨川シーワールド付きの JR のプランがありました。それビューのね、旅行商品になります。そちらをね使ってね、お得に過ごしていきたいと思います。今来た車両は特急若潮の3号255系です。この若潮号には前に映っております E257 系と今乗っております255系の2種類の車両があります。まあ、鉄道にね特化したね動画もありますので、そちらね下にリンク貼っておきますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。向こうに見える夢のテーマパークは東京ディズニーリゾート。東京ディズニーリゾートは我が京成グループ京成電鉄の第5代社長川崎社長が作りました。ですから東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドの株主は、大株主は京成電鉄なんですよ。 22% が京成なんですよね。これはすごいこと。そして向こうにはね、鉄道好きにはたまらない、向こうにテーマパーク内をぐる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 こう回っている、反時計回りで回っているディズニーリゾートラインは舞浜リゾートライン株式会社というところが運営しておりまして、そちらも京成グループの運輸業にも当たります。なのでホテルもね、ミリアルリゾートホテルズというところがやっておりまして、そちらも京成グループ、何でも京成グループなんですね。やっぱり京成はすごいことです。車内はねガラガラ、このね1両の車両に3組4組ぐらいしかいませんでした。僕たち含めて結構ねガラガラでね、お得でね、やっぱりそのねプラン、 JR のプランもね、今度ね後でご紹介できればなと思います。もう京葉線内で最初に停車する駅、東京の次に停車する駅が海浜幕張駅。この海浜幕張駅は幕張メッセの最寄り駅でもありますし、向こうこのね高層ビル2棟の向こう側にアパホテルというホテルがあるんですけど、千葉県内で一番高いビルなんですよ。高層の、ね、ビルなんですよ。で千葉港に千葉ポートタワーというタワーがあるんですよ。そこがね一番ね千葉県内で高いのかなと思うんですけれども、アパホテル、この幕張、海浜幕張のアパホテルが一番でかいんですよ。でかいというのはね、高いんですよね。もう昔アパホテルではなく西武グループがやっていたプリンスホテルが入っていたんですけれども、プリンスがやっぱりちょっと経営とかもやっぱありまして、でアパホテルになりました。でもアパホテルでね一番ね大きいんじゃないかな、多分ね。結構アパホテルって CM とかも結構やってるんですけど、結構あの幕張ねのアパホテルのあれ結構ね映っていますね、 CM でも。そして海浜幕張の次の駅は蘇我駅。この蘇我駅では千葉でもね結構大きな駅ですよ。結構ね様々な路線も乗り入れております。向こうに可愛らしい黄色い車両、これ菜の花の色を皆さんですね、向こうにはいすみ鉄道、いすみ鉄道はもともと国鉄だったんですよね。国鉄木原線として活躍しておりました。勝浦駅を過ぎると一気にこの青々とした海、これはやっぱりねいいですよ。海、房総の海っていう感じがします。そして終点の阿波鴨川駅に到着いたしました。先ほど車内でご紹介したこれですね、プランなんですけれども、パッケージのプラン、ビューのね、GoTo 商品限定列車利用で、鴨川シーワールドスペシャルプランということで、東京発、東京か新宿とか発なんですけど、鴨川シーワールドの入園料も入って3900円なんですよ、これ。あの、エキネットの、スペシャル、特ダネより全然安いんですよ。で、それも往復ついて3900円ですよ。めっちゃお得ですよ、これは。本当これね、使ってみてください。もう下にリンク貼っておきますのでね。こう早速ですが、鴨川シーワールドに入って、まずこちらなんかアクアなんとかというところに来ました。アクアなんとかちょっと忘れましたけど、さっきはマンボウですよ。そしてこちらにはクラゲの仲間がたくさん並っております。こちら一番最初に見えますのはサムクラゲ、これね目玉焼きクラゲとも言われているそうですよ。黄色いのが黄身で、そして白いのが白身、今白いのが白身ですよ。こうやって目玉焼きクラゲとも言われています。結構クラゲとかにも種類もありますよ。
これは何でしょう、フグですかね。これよあんまり僕ね全然魚とか詳しくないんですけど、あれは分かりますよ、これはエイ。昔ことで空港とかね空気を取り入れるところがこれ気持ち悪いなと思ったんですけど、まあ、これがないとエイも動きませんし、まあ、人間でもねこうね鼻をこう吸ってこう息を吸って吐いてと繰り返しております、ね、エイもね同じことをしています。こちら干潟、干潟といえば僕思い浮かべるのが八つ干潟、京葉線からも見えますよ。南船橋駅を出た先進行方向左側に八つ干潟という干潟も見えますよ。ラムサール条約登録地でもあります。こんな感じで干潟とかさっきこの後見ますけど河口とか結構で、ね、自然のねこう生き物をねただ展示するだけではなくこういう自然に関わることもちゃんと展示されておりますね。結構僕でもねあんまり生き物詳しくないんですけどね、少し面白いところでもありましたよ。こちらが紫ウニ。ウニといえば連続テレビ小説で有名なアマちゃん、もうね何年前ですかあれも、結構もう6年ぐらい前かな、6、7年ぐらい前にやっておりましたよ。東日本大震災の復興のためにやったドラマで、ね、朝ドラですよね。それはね思い浮かべますよね。あのね、海女さんがねウニを取ってっていうのありますよ。これ駅弁でも三陸鉄道の久慈駅でウニ弁というのが売っておりまして、結構高いんですけどね、それも美味しいですよ。関連付けてできましたね、鉄道と関連付けてできたことです。こちらはね何でしょうね、これタコなのかな、タコっぽいんですけどタコなのかな、多分タコの仲間だと思いますよ。本当に僕本当に詳しくないんで、なんか鉄道のことぐらいしかねもうあんまり学校でも話せないんですけど、学校でもねこう好きな子がいるんですよ。この子に教わりたいぐらいですよ。海だまりとかねこんな感じでプシューってことで、ね、今ねあったんですよ。プシューってあのトイレじゃないですよ、あの特急のトイレとか新幹線トイレじゃない、これねこれこれこれもね多分自然がこう表してる潮の満ち引きとかを表してるみたいですよ。なんかだから結構生き物を本当にただ展示するだけでなくて、なんか結構こう自然とこう関わり合えるところでもあります。こちらこうなんか千葉にいるこれ生き物で仏土壌、これ聞いたことありますよ。これ土壌の仲間結構ねやっぱり今さっき乗ってきた255系と向こうにね京葉線の東京駅で止まっていた E257 系には5000番台とかもありますし、中央線で走っているのとかあずさとか海事とかもありますし、あとこれ今回乗車した特急若潮とかねさざ波で運行されているのは5000番台とかね、そんな感じでねこう生き物にもこう仲間がいるというわけです。鉄道では E257 系の仲間がこのあずさとか海事とかね、あとはさざ波とか若潮とかあと踊り子とかね、こんな感じで仲間、これもね仲間鉄道とねこうリンクできる共通してるところでもありますよ。これ何の魚ですかね、本当にこれわかんないんですけど、本当に全然詳しくないんですよ。本当にこのカニもいますよ、カニこれ食べたいですよ、カニこうね、タラバガニとかねズワイガニとかねありますよね。カニの、ね、中にもね仲間にもたくさんね種類があります。大きな音に誘われて、こちらはイルカショーですね。鴨川シーワールドといえばこう水がかかるシャチのショーがすごく有名なのですが、このイルカショーにもすごい力を入れていて、こんな感じでですねイルカがこう飛び跳ねたりとか、こんな感じでパフォーマンス、イルカパフォーマンスといってこんな感じでお客様の前でこんな感じでパフォーマンスをすごい素敵なパフォーマンスを見せてくれるところが売りです。イルカショーなんですね。イルカショー、ソガのイルカとかありませんよ、ソガのイルカじゃなくてイルカショーですよ、普通のイルカショー。ソガのイルカでね、ソガ駅っていう駅をついこの間じゃないですね、この行きにね E257 系でこの若潮に乗って通ったと思うんですけど、ソガのイルカとは全くこのイルカは関係ありません、関係多分ないと思いますよ。こんな感じででもすごくね可愛いですよね、イルカで。こんな感じで上にこうボールがあって、そこをこう掴むようにしたりとか、こう2匹こう一緒にこうね飛んだり跳ねたりとか、こんな感じでね結構お客さんもねいるんですよ。今回ね土曜日ちょっと忘れたんですけど、お休みの日で、今回でも結構お客さんもいたと思うんですけど、皆さんで、ね、やっぱり感染対策もされていて、マスクもしっかりと着用しておりましたし、結構間隔もね空けて座っている方が多かったです。で僕もね席があったんですけど、やっぱりこっちの方がね見やすいかなと思いまして、今回ちょっと立ち席ということでね、立ってる人は僕一人しかいませんでした。昔ね小さい時、今幼稚園とか小学校1年生ぐらいの時に、この今見ていただいてるイルカとシャチとアシカの区別が全然できなかったんですね。なのでどっちだっけって感じで思っちゃったんですけど、シャチはねこれよりイルカとアシカよりが全然体の体調が大きいんですよ。結構体が大きいで、やっぱりね体が大きい分面積も大きい分水もね結構
跳ねてと跳ねてくるんですよね。この柵っていうか柵のこう外にね水も跳ねてくるんですよ。でもシャチとかシャチじゃなくてアシカとかイルカのね、これ今見てもらったイルカも跳ねてるけど、あんまりね水しぶきがねこっちのお客さんの方に来ないので、こうゆったりね結構観察できますよね。ぜひご覧ください。こんな感じで餌もねやりまして、今度はこちらなんか南国の海をこう表してるみたいな感じですよね。さっきも言いました通りですね、ただ生き物を展示するのだけではなく自然と関わり合うところがこの鴨川シーワールドの一つ売りの一つですね。こちらは青人で、こう人ででもね仲間がいるんですよ、車両みたいにね。これは何の魚でしょう、本当によくわからないんですよ。結構目立った魚ですよね。黄色と白の目玉焼きのようなクラゲじゃないですね、さっきはクラゲですよね。でもこんな魚もいますよ。こちらですね、おやつの時間に解説の方が来てくれるんですよ。で一つ一つこういう特徴は、この生き物の特徴は何とか、こういうのがこういうところがありますとか、そういう詳しく説明してくれます。さてこちらはマリンシアター。マリンシアターにいたのは可愛いベルーガです。ベルーガは2匹いますね。これからこのベルーガのパフォーマンスショーが始まるということで早めに来たのですが、まだお客さんも一人も座っておらず、すごい早めの時間に来てしまったため、よりゆっくりじっくり見ることができました。そしてこのベルーガの名前はナックというそうです。このベルーガはすごく頭がよく、ダイバーの言うことをよく聞き、輪をくぐったり、そして障害物を避けて通ったり、すごい賢い動物でもあります。こんな感じで輪をこうくぐり抜けて障害物にぶつかることなく、また輪をくぐり抜けて、そしてダイバーの元へ帰っていくという素早い動きをしています。僕たちよりかね、僕よりか全然頭がいいんじゃないかなと思う動きです。鴨川シーワールドで有名なこちらシャチのパフォーマンスショー、今から飛びますよ。こちら水しぶきをすごい浴びる、これが鴨川シーワールドでは有名なショーでもあります。僕も小さい時、幼稚園の時に友達とね行ったって言っちゃないですか。これこんなに水かかるんですよ。この何列目の方、あのおじさんおばさんたちもね水かかって結構危ないですよね。この前ね幼稚園の時に僕ねお友達に、あの鉄道マニアの友達と行ったんですよ。その時に僕たち一番前になってしまって、すごい残念だったんですね。でもこんな感じで水しぶきができて、水しぶきがこう飛んできて、より今までではできない体験ができたということはすごく覚えております。今でもね覚えているんですよね。もう6年ぐらい前ですかね、それぐらい。結構もうね鴨川シーワールドに行って、これをね水がねこう水しぶきがこう飛んだっていうことが今でも覚えてますし、結構ね思い出に残るところでもあります。このシャチとパフォーマンスを一緒に、人間と一緒にパフォーマンスを始めたのはこちら鴨川シーワールドが世界初、なんか日本初みたいな感じで、結構すごいことなんですよ。でそれで鴨川シーワールド、このシャチの不調がこれ一大有名になりまして、全国へ鴨川といえば鴨川シーワールドということで選ばれるようになりました。ですからこんなに全国からにもお客さんが来て、こんな感じでね、このダイバーの方もね多分すごい相当練習されてるんじゃないかな。ダイバーの方もこのシャチも相当練習されてると思いますよ。最後にあそこでもう決めポーズをやって、これ終了ということです。多分鴨川シーワールド、このカモシーって言うんですけど、常連の方はね家からカッパ、雨具をね用意してきてるんですよ、レインコートを。だけどあんまり知らない方とか、今回初めて鴨川シーワールドに来た方はあまりね知らないみたいで、こんなに水しぶきがかかると知らないみたいだったので、皆さんね慌ててポンチョを買いに行く姿が見られました。今回はこれにて終了ということです。もう鴨川に来てから鴨川シーワールドとか、あとお食事してた時とかねしか観光できなかったんですが、より充実した一日を過ごすことができました。そしてこちらビューの旅行商品でお得に過ごすことができたので、より楽しかったです。帰りの特急は京葉線経由の若潮18号東京駅に乗車します。行きは255系に乗車しましたが、帰りは行きに255系に乗車したということもあり、 E257系に乗車します。こちら E257系の若潮は5000番台、 E257系は若潮のほかに中央線の特急のあずさや海事、そして踊り子にも使われています。
そして阿波鴨川駅を抜けると青々とした房総の海、サーフィンをのスポットでもあります。うちの親戚もねサーフィンをねする方もいらっしゃるので、結構やっぱり房総のね九十九里浜の方へ行くというおっしゃっていました。そしてこちらは途中の上総一ノ宮駅、阿波鴨川駅から上総一ノ宮駅からまでは6号車から10号車までの計5両編成で運行されていましたが、この一ノ宮駅からは前1号車から5号車を連結して計10両編成での運行となります。上総一ノ宮駅までは外房線は複線で、上総一ノ宮駅から先は単線、線路1本の単線になります。そして向こうには横須賀総武線用の E217系が停車中です。この E217 系のこれ15両編成とか11両編成とか京葉線の10両編成 E233 系の10両編成の電車はもうこの上総一ノ宮駅までで終了。上総一ノ宮駅からは4両とかね6両とかローカルの列車がこう続きます。そして単線にもなります。そしてここの一宮からはお客さんが多いので東京まで計10両編成で運行します。下り列車はこの上総一ノ宮駅のほかこの先の勝浦駅で切り離し分割の作業も行います。そしてここから連結をした後にホロこの貫通扉のこの行き来をするところのホロを連結して連結は完了となります。今ホロが連結されました。ここから車内の乗務員室の扉などを開けてセッティングをした後に実際にこの5両目から6両目まで行き来できるという構造になります。この E257 系は連結に特化した車両で、例で挙げますと185系とかはあまり連結に特化していない車両だと思われます。なぜなら貫通扉がついていないからです。このように E257 系は貫通扉が設置されていることにより前の車両と後ろの車両が自由に行き来ができるということになります。対する185系は貫通扉が設置していないため前の車両と後ろの車両の行き来ができない大変不便な列車となります。僕はこの連結の部分結構好きで、普段ね入れないんですよ。連結してない時には入れないんですけど、連結した時には入れる特別な空間が味わえるというところです。列車は蘇我駅に到着。この蘇我という字なんですけど、歴史でも勉強した方いらっしゃると思います。蘇我の馬子とかね、蘇我氏と物部氏の戦い、みんなね蘇我っていう字をね、蘇我氏のね蘇我っていう字をねみんな苦戦してたんですけど、僕は一発で書きました。このね蘇我駅をね蘇我ってたくさん書いてましたから、何こんなの分かんないのって思ったんですよ。それは言っちゃいけませんよね。皆さんも蘇我っていう字をね初めて書く方もいらっしゃると思います。そして今回は蘇我駅の次の駅に停車するこの海浜幕張駅で下車しました。本当は東京駅まで乗車券と切符を買っていたのですが、急用ができたので この海浜幕張駅で下車することになりました。今流れています発車メロディーはこの海浜幕張駅が最寄り駅の本拠地である ZOZO マリンスタジアムの千葉ロッテマリーンズの応援歌となっています。対するその前の蘇我駅ではジェフ千葉のですね応援歌も使われています。 JR 東日本が多分なんか協賛をしているあのサッカーチームだったと思います。 JR 東日本はこのようなご当地の発車メロディーが使われていたのも特徴で、結構この駅で止まってこう停車してそれで発車する際に、あ、この曲はなんとかという曲だということを、ね、楽しませる一つでもあります。そして最後にご覧いただきたいのがこのシャチのショーですよね。もう一回ご覧いただけましょう。今回は特急若潮に乗って千葉県の南房総の旅を堪能してきました。皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。